愛知は4期連続ブロック優勝を果たし、している強豪 X3 の中では強豪勢に入ります。対して磯のスーパースターズもかつて長く X2 に在籍していたメンバーが多く残り、その戦力は十分に X2 相当の力を現在も有しております。戦力的に X3 の中でも上位層に当たるこの両雄の対決は、この9月ではありますが優勝争いの重要な一戦となっております。その注目の第2クォーターが始まります。ボールオン自陣26ヤードから愛知ファーストダウン10。さあ抜けていく、ナイスラン、ファーストダウン。クォーターバック7番外にいましたワイドレシーバー10番にパス、これを取った10番キャッチアンドランで右オープンを展開し攻撃権更新としました。愛知ファーストダウン。パスを投じたクォーターバック7番は長浜、取りましたワイドレシーバー10番の選手でした。後ほど確認させていただきます。さあ愛知攻撃権更新しまして自陣40ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック7番ショートパスを投げると見せかけてロングパス、裏を返して86番への1キロゲインを狙いましたが、これはカバーされていたのでパス不成功に終わりました。愛知セカンドダウンの攻撃に入ります。愛知自陣40ヤードからセカンドダウン10。愛知ナイスディフェンス。ここで愛知中央へのランプレーを35番に託そうとしましたが、これを磯の6番が見事に対応しまして約4ヤードロスと変えました。素晴らしい反応を見せたのは磯の6番のディフェンスライン、宮崎、四日市大学出身のプレイヤーです。さあ愛知後ろに下げられましたがサードダウン14の状況を突破なるでしょうか。ボールオンは自陣37ヤード。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック7番、ここでミドルゾーンへのロングパス、これをワイドレシーバー30番見事に伸び上がるようにキャッチし攻撃権更新です。愛知ファーストダウン。素晴らしいキャッチ見せましたのは愛知ゴールデンウィングス30番近藤、愛知大学出身のプレイヤーです。さあ一気に相手陣40ヤードに入りました。愛知ファーストダウン10。ここでプレーに乱れがありましたが見事にランニングバック30番がこれをリカバーしました。そのまま中、しました、キャリア1番が見事にリカバーしまして、むしろゲインと変えています。約3ヤード獲得しました。素晴らしい反応でむしろこのミスをゲインに変えましたのはワイドレシーバー1番勝本、関西学院大学出身のプレイヤーです。長年チームのエースプレイヤーとして活躍する勝本がここで素晴らしい判断を見せました。さあ愛知相手陣36ヤードからセカンドダウン7。ファースター。クォーターバック7番、今度は左にいましたワイドレシーバー8番へヒッチパス、これを取りました8番、タックル受けながらセカンドへフォートで攻撃権更新、ファースター。クォーターバック投じました7番は長浜、取りましたワイドレシーバー8番はビリー・ヒューイット。さあ愛知にチャンスが来ています。愛知自陣姿勢相手陣26ヤードからのファースター安定。さあそのビリーへのパスを続けます。これも決まりまして約6ヤードのゲインとしています。さあ愛知相手陣の19ヤードの地点まで攻め入りました。
状況はセカンドダウン3という展開で愛知どのような選択をするでしょうか。ここでボールファンブル。幸いこのボール外で出ましたので攻撃権は愛知に継続する形になります。しかし外に出た際これが後方でしたのでオフェンスは後ろに下がる形になります。長浜復帰して間がないこともありましてこういった細かなプレーに対するタイミングがまだ他の選手と合っていない可能性があります。さあこのサードダウン5どのようなプレーを選択するでしょうか。パス不成功。ここでしかしイエローフラッグ反則が発生しています。クロック操作に誤りがあり時計が進んでおりませんでした。時計表示変更させていただきます。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、イリーガルフォーメーション、不正な体型を用いてプレーを行いました。プレーの結果愛知ゴールデンウィングフォースダウン。しかしこの反則を磯野は取らずダウンを一つ進める形で選択しました。したがってフォースダウンと愛知は変わります。さあフォースダウン5で愛知フォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キッカーは2番の毛利。キックレングス37ヤードのフィールドゴールに挑みます。キック成功、3点獲得。愛知毛利フィールドゴールを見事に決めまして愛知ゴールデンウィングスまず3点を先制しました。愛知ゴールデンウィングス3点、磯野スーパースターズレーで。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けまして2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点、さらにタッチダウンはその後にもう1プレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点されます。この結果得点方法はその1プレーで挙げられる最大得点が2点、3点、6点、7点、8点となり、その得点の構造の足し算によって引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は愛知のキックオフで試合再開になります。ラグビーとは違いアメリカンフットボールは得点を上げた側のキックオフで試合再開です。さあ磯野これをリターンに入りますが愛知ディフェンスのカバーよく自陣20ヤード付近でボールデッドとなりました。リターンをしましたのは愛知ゴールデンウィングス19番の五十嵐でした。東谷おじさん様、磯野への応援メッセージありがとうございます。幸いタッチダウンは免れました。しかしフィールドゴールを許しまず3点のリードを委ねている状況です。マイキティ様、確かに先ほどの愛知のキッカー毛利のフィールドゴール見事でした。さあ磯野ファーストダウン10、まずランプレーから入ります。右オープンに展開しつつ縦に上がりまして約6ヤードのゲインとしています。キャリアは25番の宮部でした。北海道大学出身のプレイヤー。ここでホイッスル。レフリータイムアウト。水分補給のためのレフリータイムアウト。ここでウォーターブレイクに入ります。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画によって実現させていただいております。
すべてのチームの協賛および画面上に今表示されているさまざまな方々のご寄付、ご記者によりましてこの配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。本日その配信を担当させていただいておりますのは私道楽屋リチャです。個人が趣味の中でやっている配信でありますので、その内容に関しては至らない点は多々ございます。しかしできる限り皆様のご厚情にお応えできるよう全力を尽くしてまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。さあウォーターブレイク解けまして、磯野自陣25ヤードからセカンドダウン4の状況で試合再開です。さあランプレーを重ねます。今度はクォーターバックが自らボールを持ち左オフタックル付近をつきました。ゲインは約2ヤード。キャリアはクォーターバック18番田中でした。岐阜大学出身のプレイヤー。磯野自陣28ヤードからサードダウン残り1ヤードの状況に挑みます。ここでランニングバック35番に託し右オープンへのランプレー、スピードに乗ってそのまま右オープン展開し攻撃権更新といたしましたか、すいません審判の判定を待ちます。攻撃権更新になりました。磯野ファーストダウン、1回目の攻撃を取り戻しました。見事なスピードを見せましたランニングバック35番は東京都工芸繊維大学の出身のプレイヤーです。その自陣29ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック18番、ここでパスロングパスを投じようとしましたが、そのレシーバーカバーされていると判断しパスを投げ捨てました。結果的に攻撃を喪失、陣地を喪失することなく攻撃を一つ失ってセカンドダウンとなります。磯野自陣29ヤードからセカンドダウン10。磯野はランニングバックにトスをしたのですが、このプレーをまるで読んでいたかのように愛知が猛襲、このボールが手渡る前にボールをロストさせました。落ちたボールを奪いましたのは愛知ゴールデンウィングス、したがって攻守交代です。ターンオーバー、見事なビッグプレーを愛知ディフェンス陣決めました。素晴らしいディフェンス陣のプレーによりまして愛知相手陣25ヤードからファーストダウン10という非常に素晴らしい状況から攻撃を開始することができます。さあ磯野、この危機を脱することできるでしょうか。愛知相手陣25ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック7番、ここでパスを投じようとしましたが、磯野ディフェンスライン陣の吸収によりましてパスを投げ捨てて回避しました。磯野ディフェンス陣も負けておりません。愛知オフェンスを押し返そうと果敢にアタックしていきます。磯野スーパースターズの番号の変更を連絡します。磯野スーパースターズ33番が16番に変更します。さあ愛知相手陣25ヤードからセカンドダウン10。
さあ右オープンへランプレーを展開しようとしました。キャリアは35番、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。掴まず、握まず、握らず、押すだけが求められます。この反則によりまして10ヤードのバッタイを受けます。ペナルティー10ヤード愛知ゴールデンウィングス、セカンドダウンを繰り返します。愛知10ヤードを下げられまして、セカンドダウンやり直しです。愛知絶対の攻撃を得ていますが、しかしこれを押し返すように磯野が圧力をかけております。ボールオンは相手陣39ヤードの地点に下がりまして、愛知セカンドダウン20の状況に入ります。ここで愛知スナップが乱れました。クォーターバックなんとか抑えましたが、この時に膝をついてしまい、結果的に大きくさらに後退する形になります。愛知さらに下がりまして、相手陣40ヤードの地点からサードダウン26の状況に挑みます。ここでホイッスル。チームタイムアウト。愛知ゴールデンウィングス。愛知ここで前半2回目のタイムアウトを使いました。先ほどディフェンス陣の素晴らしいプレーによりまして、愛知は絶好の攻撃得点のチャンスを得るポジションを得ましたが、ところが磯のディフェンス陣も奮闘し、なんとこの愛知のオフェンスを大きく押し返す状況になっています。さあ愛知はこの自陣、失礼、相手陣40ヤード攻撃権更新、残り距離26ヤードの状況を突破できるでしょうか。愛知サードダウン26、ここでイエローフラッグ、反則が発生した模様です。レフリータイムアウト。負傷したプレイヤーのためのレフリータイムアウト。ただいまの反則は不正なスワップ、オフェンス66番、ペナルティー5ヤード、愛知ゴールデンウィングスサードのままです。オフェンスの反則です。不正なスタート、センターが、フォルススタートを犯したという形になります。揃ってオフェンスはスタートしなければいけません。ボールを出すセンターもそのタイミングを合わせる必要があります。結果的に5ヤードバッタイという形になりまして、サードのやり直しという形になります。さあ愛知相手陣45ヤードですが、サードダウン31の状況に入ります。パスは成功、しかし攻撃権更新には至っておりません。大きく陣地は挽回しておりますが、フォースダウンに変わります。
自らアウトバウンズに出たレシーバーがインバウンズでボールをキャッチしました。イリーガルタッチ、オフェンス8番、オフェンスに反則がありました。ノーサブダウンになります。愛知ゴールデンウィークフォースダウン、イリーガルキャッチ、ワイドレシーバー8番ビリーフィット、パスを取りましたが、このパスを取る前に一旦自分から外に出てしまっていました。一旦外へ出てしまった選手は基本的に中へ戻ることができません。この反則を犯したことによって攻撃権を一つ喪失という形になります。したがって愛知フォースダウンとなります。愛知攻撃権更新は断念し、パントフォーメーションを選択しました。パンターは53番の鈴木が務めます。このパントは磯野陣20ヤード付近でボールデートとなり、この位置での攻守交代となります。磯野ピンチにありましたが、この危機を見事ディフェンス陣の奮起により脱しました。さあ今度は磯野スーパースターズの攻撃となります。ボールオン自陣20ヤードからファーストダウン10、愛知ナイスディフェンス。ここ磯野キャリア25番に託して中央突破を図りましたが、愛知15番3番の見事な反応により約1ヤードロスと変えています。素晴らしい反応を見せました。愛知3番は佐川、愛知大学出身でチームのキャプテン、そして連なりましたのは15番の選手でした。磯野自陣19ヤードからセカンドダウン11、前半残り時間は1分を切っております。さあ再びランプレー、キャリア35番ハンドオフを受けて右オープンに展開、外へ出ましたが約5ヤードのゲインと6ヤードのゲインとしています。磯野自陣25ヤードからサードダウン5、前半残り時間は34秒。さあ中央へのランプレーを展開しました。キャリアは25番の宮部、しかし攻撃権更新には至っておりませんのでフォースダウンとなります。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了、ハーフタイム。前半終了となりまして、愛知ゴールデンウィングス3点、磯野スーパースターズ0点、愛知3点リードで前半を終えまして後半戦に移ります。